お子さんと一緒に来て、これどうなるんだろう自分たちは、あるいは過去どういう動物たちがいたんだろうと、それから今の我々は何を未来のためにするべきであるのかということを考えるにふさわしい展覧会になっていると思います。